皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回は G クラス G55 のオールペイント最終回をお伝えします。ついに完成しましたね高橋さん、はい、こんな感じでもうビカビカに仕上がりました。で今回はこれ何色から何色になったでしたっけ。元色はエメラルドブラック、はい、よくこの方でよく見ると思うんですけど、はい、ちょっとグリーンっぽい黒ですね、まあ、黒黒というよりかはちょっと緑がかった、ね、そうですね、緑がかった、はいはい、それが今回このパールが入ってますよ、これいや、これはメタリックです、2コートのデジタルホワイトですね。 V クラスでよく見ると思うんですけど、はい、ゲレンデには、設定ないです。はい、じゃこれは知ってる人が見たら、うん、あれあんな色のゲレンデあったっけっていう、そうですね、ふうになる感じなんですね、はいはい、でもとにかくこの白がもう真っ白じゃないですか、はい、清潔感がすごい、はい、すごいですね、リフレッシュ感が半端じゃないです、半端じゃないですね、はい、これ確実にご近所さんには乗り換えたと思われるレベルの、はい、完璧なオールペンに仕上がっております、はい、でもうとにかく全部、はい、全部ですよね、もう、そうですね、先ほど動画見ましたけど、はい、全部外して全部塗ってるという、はい、そして細かい部品はまあ交換したりとか、はい、まあ、あとはまあリフレッシュしたりしてるみたいです、はい、まあ、このレンズ類なんかが車外になってたりとか、あとバンパーなんかもごっそり交換してるんですかね。そうですね、交換してます、ね、だとそれに合わせてフェンダーなんかも交換してると思うんですけど、このモール類なんかも、うん、はい、もうとにかくこの塗装の、丁寧さを僕は伝えたいです、はいはい、もうボンドボディ基本的にこうちゃんと塗装ブースの中で、はい、あの埃が舞わないあれを着て、はい、こう職人さんが吹いてるわけじゃないですか、はい、はい、まあ、基本そうですね、マスキングでっていう作業を極力なくして、まあ、外せるパーツは全て外して、はい、塗ってます。で本当にこうちゃんとやってるっていうのを細かく見ていただきたいです、僕的には。はい、でやっぱりこうマスキングの方が圧倒的に作業短縮になるし、そうですね、費用的にも抑えられるんですけど、はい、やっぱり細かいところを見ていくと、はい、ダメじゃないですか。そうですね、あとはまあ剥がれの原因にもなるんで。あ、はい、なるほど。スチームとか圧水してたらちょっと剥がれてきちゃったとか、そういうトラブルもあるんで、はい、まあ、あのしっかり外して耳までしっかり足付けしてペイントっていうことを、そうですね、進めてます、はい、で今回はこのリフレッシュと同時に、まあ、細かい修正なんかも全部行われてるんですよね、はい、そうですね、はい、でなんかいろいろバラしたらボンネットが1回もう修正されてて、はいはい、修正してるパネルは結構多かったですね、はい、結構やっぱりもう何年も乗ってるとその表とか、はい、まあ、そういったもので、はい、結構この上側のパネルが細かくちょっとこう歪んじゃったりとかっていうのもあると思うんですけど、はい、その辺なんかも全部修正し直して、なんか後で聞いたらルーフも結構な、そうですね、歪みも、まあ、元からあるんですけど、局部的な歪みは直して裏から出して直して、ペイントしてます。なるほど、はい、結構、ルーフなんかこう高いんであまり見えにくいんですけど、はい、その辺なんかも手を抜かず、はい、全部きっちり仕上げてある。 はい、そしてもうとにかくもうこのコンディションの良さを画面を通して僕は伝えたいです本当にこれ分かります、このギャップ、この年式とこの外装のコンディションが合わないこのギャップ、はい、めちゃくちゃかっこよくないですか、はい、だから空冷のポルシェとか古いメルセデスとか、ええ、あの辺こうパリッとしてるとめちゃめちゃかっこいいですよね、はい、でこれもモールなんかも全部、これも塗ってあるんですか。それも塗ってあります、ね、はい、リフレッシュがてら塗ったりとか、あとはボンネットのこのここですよ、これってどうしたんですか、組み直しただけですか、交換してるんですか。交換してるんじゃないですかもう交換パーツが多すぎてペインターの高橋さんには、はい、してますかそれ。いや、してると思います、はい、してますよね、はい、だそういうパーツが新しくなると、はい、こうすごくパリッとして見える、はい、あとはモール類とガラスモールですか。フロントはガラスモールも交換してます、ね、なるほど、やっぱりゴム類も結構劣化しちゃいますからね、はい、はい、とルーフモールはあの動画でもお伝えしたと思うんですけど、もう暇がっちゃうんで、はい、アルミのやつがこうかしめてあるんですよ、ね、はいはい、でも再利用できないのもありますし、まあ、リフレッシュの意味も込めて交換してあるそうです。これこの年式でも全然普通にやっぱりパーツ出るんですね。パーツ出ます出ます、ゲレンデ、はい、そしてこの横のダクトなんかももう内側までもう抜いたてですから、はい、結構こういう入り組んだところって水垢がついたりとか汚れたりとかしますけど、そうですね、はい、この辺なんかもパリッと、はい、でこのフェンダーのこのゴムもですよ、新車じゃないですか
いいっすね、ちょっとオールペイント本当に。そうですね、あの、はい、大切に乗られてる車あればちょっとこうリフレッシュっていうのは本当におすすめですよね。はい、まあ、同じ色でもいいですし、はい、まあ、思い切って変えちゃうなんていうのも。そうですね、で特にこういう設定がない色なんかにすると、まあ、クロート好みの、はい、2には分かる車になりますから。そうですね、はい、そして横に行くと、まあ、全部、まあ、この辺ミラーなんかもちょっと違うものに交換したりとか、はいはい、まあ、台座なんかも全部塗ってあって、もうとにかくこのヒンジとかもご覧いただけますでしょうか。もう全部です。これも動かしながら塗るんですか。動かしながらです、はい、ヒンジ自体ちょっと、まあ、車体から外してヒンジだけを動かしながらやってます。ああ、そういうことなんですね、はい、じゃあドアとこう外して、ドアから外して、はい、単体にして動かしながら塗ると。そうです、はい、で全部この辺のモールなんかも全部新しくなってて、そんなにサイドステップが汚れてるわけじゃないですけどちょっとサイドステップの使用感がちょっと気になって、逆に気になっちゃうぐらい、はいはい、そのぐらいピカピカになってると。でこの辺なんかも全部塗ってるんですか。はい、取ってなんかもうビカビカになっております。で確かなんかこの辺ドア助手席側でしたっけ、ここなんか直してましたね。まあでもほぼほぼ修正は入ってます。あ、そうなんですか、はい、まあ、どこか局部的にっていうことじゃなくて、はい、全体的に、はい、まあ、歪みだったりだとか、そうですね、まあ、修正跡だったりとかっていうのは全部直ってるんで、はい、この平らせですよ。あとはまあそうですね、スムージングの跡とかも。ああなるほど、この辺にスムージングの跡もあったんですけど、もう見てもわからないです。きっちり直ってますね。このギャップすごいっすね、本当に。そして全部もう組み直してあるんで、チリなんかも全部出し直してあるそうです。そして後ろ行きましょうか。これもあれですか、新調して。いや、そちらはあの、あ、はい、仕事にして。なるほど、はい、これはこのパーツのまんまリフレッシュして黒で塗ってあると。結構ゲレンデこうザラザラのパーツ多いんで、塗るのは結構この型に限らず、あ、多いですね、現行でも高級感をアップするカスタマイズなんで非常におすすめです、はいはい、そして後ろなんかももう当然バンパーだったりとかもう全部これもですよね、はい、確か大きい、もう修正して、あのプレートですか、プレートも新しいものに交換してます。これも新しくなってるんですね、はい、いやもう新車じゃないですかで確かここの辺にちょっと大きめのエクボというか、そうですね、はい、もあったんで全部それも修正されてると、はい、で見てください、こういう細かいゴム類も全部リフレッシュですよ。いやー、隙ないですね。そうですね、はい、素晴らしい。余裕ですか余裕ではないですねもうとにかく至る所が全部新しくなってる、はいはい、あとは一応納車寸前ということで。そうですね、はい、あの、はい、まだエンブレムだったりだとか、はい、ナンバー灯っていうのはまだちょっとついてないですけど、はい、これからつけて納車になるみたいです、はい、じゃあ続いて内装も。で内装も結構こうオールペイントって最終的にはこうどこまで塗るかじゃないですか、はい、まあ、ブログだったりでもお伝えしますけど、はい、なんとこのドアパネルとか、まあ、エアのゲートもそうですけど、パネルの裏側というか内側まで全部塗ってあるんですよ。そうですね、はい、だちょろっとばらしたぐらいでは元色がもはやわからないと思う。そうですね、わからない、そのレベルで仕上がってるそうです、はい、で当然こういう裏側とかもう全部で、車体側ももう当然全部塗ってあると、はい、見えちゃうところで残念ですし。そうですよね、ばらしてると、まあ、例えばオーバーフェンダーばらしたら、ああ塗ってあるじゃんっていうのがちょっと残念ですよね。なのでその辺のクオリティもしっかり追求していると。で今回もうモール新品になってるんで、ウェザーストリップも、あ、そうですね、はいはい、なってるんでこう外しませんけど、はい、外しても色が出てこないという、はい、でこのウェザーストリップが新品になってることで、はい、もうドアの締まりが新車の締まりになってるというパシャッてしないと締まらないんですよね、はい、結構こう固く、はい、ガッとビンビンのドアになっております、はいはい、続いてボンネットが、ボンネットはもう全部裏側までこんな感じで全部色を入れて塗ってあるそうです。そして内側のこれ何でしたっけ、インシュレーター、インシュレーター、はい、インシュレーターも新品に交換していると。この辺ももうピカピカっすね。ピカピカっすね、はい。でこの内側のこのエンジンルームのこっち側に関してはもともと色が入ってない。そうですね、電着のまんまっていうことで、はい、まあ、今回はこのまんまになってるそうです、はい。いやー、もうすごいっすね、本当にギャップギャップがすごい、はい、元色からのこの色へのもう変化のギャップもすごいし、ね、はい、元々のパーツと新しくなった部分のギャップもすごいと、はい、同じ車にはちょっと見えないです確かに完全に別の車ですよね、はい、完全に生まれ変わりました。
はい、というわけで今回はボンドボディでオールペイントした G55 をご紹介させていただきました。これ今回は、まあ、ちょっとそのやったことといえばものすごく大変なんですけど、はい、もうなんつカスタムでこうあれつけてこれつけてこうしましたああしましたっていうよりかは、ね、もう本当にこう塗りましたっていうそこのところなんで、はい、まあ、なかなかちょっとこう細かい部分とかっていうのはもう画面を通してふわっとしか伝わらないと思うんですけど、はいはい、まあ、とにかくこうコンディションよくそうです、ね、はい、バッチリ仕上げられるんで、はい、まあ、ぜひ何でも特にこうこだわりの車だったらボディカラーもこだわりたいじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと年式経過した車とか、まあ、リフレッシュがてら違う色に変えるなんていうのは、はい、まあ、非常におすすめですよね。はい、はい、というわけで、まあ、オールペイントは直接高橋さんでも大丈夫ですか。はい、はい、何でもご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。